じゃあ人数決まったら全部こっちに一旦送り出してください。はい、まずはじゃあどうしますかね。当日その奥さんがまずウェディングドレスを着るのか着ないのか、他とは違うウェディングをやるのがまあ私のプランなので、ありきたりのものはおすすめはしないですし、この間実際に1ヶ月前にやったのはもう全員パーカーでやってもらうという結婚式やるんだったらお色直しはいっぱい挟むかな。朝日は結婚してるんだけども、私がプロデュースしたんだよなその時に朝日は私に任せるということで、あの分刻みで入れてみたんですよ。一回戻ってきたらすぐお色直しに戻る、戻ってきたら戻るみたいな。写真はものすごいボリュームのあるものになりますから、だから全部で140着ぐらいを2時間分書いていったかな、分刻みなので。じゃあ、こちらにありますのが、まあ、今の一番一応トレンドといいますか、うん、あ、浅地さん、浅地さん、浅地さん、はい、これって全部指示したやつ、全部並べられてるし、はい、大丈夫。何着今、5着。じゃあ手前が全部ヨーロッパのですね。そうですね。ここから5着、手前から5着が一応、浅地さん、後ろのものはもう全部書いてないよね。そうですね。だったら見づらいから、はい、まずこの段階で、はい、昨日言ったと思う、ごめんなさい、昨日言ったと思うけど、ディスプレイの段階で、ね、この新しい夫婦が来る段階でもう私が言った以外のものは全て外してほしかった、うん、で5着ヨーロッパものっていうのはもちろん昨日打ち合わせしたじゃない。だからこの段階でもう迷いに迷っても仕方ないから、うん、お二方もものすごく見ればわかるけど私のことを信用してくれて来てくれてるわけだから、じゃあ私が言ったことも信用してほしい、浅地さんには、うん、だから昨日言ってこの5着以外はここから外しといてって言ったのは、もう二人のレベルに合わないから言ってることなんだよ、うん、じゃあ今ここにあるっていうのはまず現状がおかしいから、はい、ね、全部で10回は打ち合わせをします。それプラス不安だったら20回30回と増やします。当日1日ってこれ一生に1回しかない、ものすごく大きなお祭りだと考えてください。その打ち合わせを3回で終わるっていうのは私の中では考えられない。今日集まってまた明日お呼びするかもしれないです、うん、急遽夜中23時に電話して今すぐここに来てくれっていうお電話を鳴らすかもしれないです。でもそれは私はやりたい、最高の一日にするために。あのお電話をお渡ししますけども、浅地という私 の, あの一番近くについて、浅地、彼女の連絡先を教えますので、何かあったら気になる点何もかも全部彼女に教えてください、はい、伝えてください。それが私に来るから、あとすぐ連絡するように。大至急用意できるんだったらいいんだけど、ダメならダメで別のプランを考えないと。